いきなりおっさんの規制からスタートでごめんなさい。セブンナイツアップデート情報いきまーす。ぷいっぷー。はい、今のはジンさんのあのスタートってやつです。ちょっと全然ダメだったと思うけど、いやーちょっと待って、これやばいよ。アップデート内容紹介。7日間のお騒ぎ、ハロウィン限定リーダーアイコンプレゼント、メイクアップガチャ。これもしかしてちょっと嫌な予感がしたんだけど、これイベントダンジョントリックアトリート、イベントクエストハロウィンパーティー、リンからのハロウィンプレゼント、ゴールドダンジョンから星5ミミックのドロップ確率アップ。これ嬉しいね。タイトル画面変更、期間限定宝石ガチャ。あーなるほど。期間限定降臨ボードガチャ。何降臨ボードガチャって。新降臨イベント、凛の降臨、黄昏の工場、ギルズ戦禁止キャラ更新ね。 SP ダンジョンスケジュール、はいはいはい。ハロウィンナイツちょっと楽しみだね。来んのかな衣装。メイクアップガチャってなんだろうね。やっぱりそうだよね。メイクアップガチャは、全17種のハロウィン限定衣装のみ付けんし、好きなキャラのハロウィン衣装をゲットし、ハロウィン風にメイクアップしてみましょう。メイクアップガチャから獲得できるハロウィン限定衣装リスト、アリエル、エスパーダ、エヴァン、エルミア、エレニア、カリン、カロン、ジーク、スニッパー、セイン、ニア、ベリカ、ルリ、小京、武将、ユージ、理性。結構いいね。いいところ入ってきてるね。すでに獲得済みの商品は出ません。リンのハロウィン限定衣装、メイクアップガチャからは出ません。これ限定ってことはこの中しか出ないってことでいいんだよね。そうだよね。オッケーオッケー。今回は良心的なガチャですね。その代わり1回200ルビーになってますよと。キャラと同じ価値ですと。あれちょっと待って。キャラと同じか。まあ、でも衣装だからね。トパーズなしで変えたと思えばいいか。1から3までのカボチャパイ、キャンディー、ドクロクッキーという。これ、あれだよな。今、韓国版にも来てるやつだな。3種のハロウィン宝石を獲得することができます。ハロウィン宝石は通常の宝石と同じ能力を持ち、お互い強化の素材として使うことができます。ハロウィン宝石は連成すると1つ上のランクの通常宝石に変更されます。なんか特別な能力を持ってたりするのかな？ないんだよね、きっとね。やべー、これ盛り上がりそうね。こういうクエスト、イベント系クエストはね。ハロウィン宝石券、宝石選択券、星5アクセ召喚券、虹の潜水3個、ハロウィン宝石召喚券、星5、星6セブンナイツ召喚券、これも美味しいね。星6ハロウィン宝石召喚券、これもいいね。また、カボチャポイントは700を集めることで、思考リンのハロウィン限定衣装、ね、クイーンオブネクラマンサーと交換できます。すげえ。ハロウィン限定のリンを倒すと、覇気の報酬の中から一つ選んだも入賞できます。これは面白い仕掛けだね。頑張りますね、ネットワーブルさん。同時にこんなの作ってたんだね。虹の聖水と、アイサ鉱石、ゲコス鉱石が出ると。で、このハロウィンリンがどのぐらいの確率で出るんですかね。宝石ガチャは1から6までの宝石のみが出現。11連ガチャは星4以上が確定。でもガチャは15ルビーでできるんだね。これが11月10日までできると。降臨ボードガチャ。降臨ボードガチャは90も成功されている。なんだ、これ見てみないとわかんないね。オープンするには降臨ボーナスポイントは3ポイント必要。
ルビーでも開けられる。これ見てみないとちょっと詳しくは分かんないな。何ルーアってビーアだよねこれ。やったー、これリーア手に入れられれば。あーって待って、もうすでにリン装備拡張し、うわー、これはやった、早まったな。あれ、ルーアについて、おいおい、これリーアの5時じゃねえかよ、ただの。くそー、皇帝が敵として登場するってな、どういうこっちゃ。え、仕様調整、キャラ進化合成で星4キャラの合成、おお、とうとう星4で合成できるようになる。降臨ショップのボーナスポイント商品に星4、これはいいね、星4で合成できるのはいいぞ。星4キャラ選択権では SP キャラ限定キャラコラボキャラ2016年10月5日以降追加キャラの新キャラを除く。孫悟空氷のボス瞳の下方修正、いいね。あ、いいね、これもチェックボックスね。これ通知設定とかできたらいいんだけどね、プッシュ通知とかでね。アクセで強化、あ、これ先週誤爆し、ごぞ、ごしょ、ご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 時で出ちゃったやつね、これね。オーケー。あ、間違えちゃった。これ、やばくないっすか？かわいくないっすか？左の誰？右はクロエちゃんだってわかるんだけど、これはいい仕事してるね。朝から興奮しててすいません。すいません。とりあえず、ギルド戦報酬受け取ります。54位報酬。あざっす。ちょっと待ってね、他にも見なきゃいけないものがあったんだよ。これはメイクアップガチャね。ここは大丈夫か。トリックアトリートイベント、これより詳しいこと書いてないか、全部まとまって書いてあるか。いいね、これはいいね、ポイント貯める系のイベント好きですよ俺、このセブンナイツの。これだよね、うわ、これってハロウィン衣装だったんだ。これすげえ可愛いし、見るがなんかまがまがしくていいなって思ってたんだよね。うわー、早まったな、衣装買ったの。リンはね、やっぱ幼女じゃダメだよね。 OK、 1週間だよね、頑張ろう。ハロウィン、これね。ちょっと待ってね、衣装先に見よっか。衣装。衣装ガチャ。衣装リスト。なんか衣装ガチャになっちゃいましたね、完全にね、これ。これも、このエヴァンも、カリンも、ハロウィン仕様だったんだ。知らなかった。これ、よく着てる人いましたよ。これ。今でも着てる人いますよ、これ。この衣装。これはちょっとなんか、頭おかしいでしょ、これ。これ悪くないね、スニッパーもね。ユフィもあったっけ？ない。
アリエルがあったね。まだ買ってないんだよね、アリエルは。あー、いいね。あぶねー、買わなくてよかった。これはちょっと嫌だったんだよね。これにしたいな。ベリカは、あー、これもベリカいいね。ベリカ復権来ねえかね。あと誰か、エルニア。マジか、これよかった、いいじゃん。これよりこっちの方が良かったな。髪の毛白い方可愛いじゃん。青もいいけど、これもいいな。ジョーカーって衣装あったんだ。あと何が出るって、いやー、ちょっと、がぜん、ちょっとこの衣装気になりますね。これでしょ、ね、クイーン・オブ・ネクロマンサー。いやー、これマジいいわ。手はないんだね。パイロもない。消去はあるよね、確かね。もう相変わらず可愛い。理性もあったな。ああ、これもかっこいいじゃん。エクソシストみたいで。発病はないんだ。ユージはあったっけ。あ、これ、ユージの人気の衣装ですね。今、再販されてないんですよね。再販されたんだけど、もう終わっちゃったんですよ、期間。俺がユージ育てる前に、終わっちゃったんでね。敗北なる。第1弾のハロウィン衣装が追加されてるって感じだね。もうエスパーだかどうかわからないんだけど。あー、やばいやばい、間違えてスヌーズ押しちゃったよ。繊維どれだ、これだ、猫娘。ほんと繊維の衣装多いよね。メイちゃんもあんだっけ。ないね。あー、かわいい、超かわいい。外れないぞこれ。ちょっと改めてですね、まあちょっとガチャやってみたいですねこれね。ちょっと燃えるわ。で、パンプキンイベントちょっとやってみますか。一周ね、中級のみか。みんな聖獣時代主催のハロウィンパーティーに行くってよ。なんで俺はお呼ばれじゃないんだ。こうなった以上乗り込んででもうまいもん食ってやる。誰のことだよ、もう。もう聖獣時代がみんな衣装着てるイメージなんですね。あ、これ降臨ポイントもらえるんだ。すごっ。これしかも書いてあるじゃん。何ポイントもらえるって。知らなかった。この調べなくても、書いてあったんだね。あんなわざわざ回ったりしなくてもね、こうやって。知らんかったわ。まあいいや、これやったらその後臨降臨やりに行ってみようかなと思います。別動画になると思うけど、ちょっとわかんないけど、とりあえずこれで行こうかな。で、ジンのところを、そうだな、アイリンところ両方に変えて、ジンところをソウルにしようかな。あれ？まあこれで装備全く外れてたことあったんだよね。これ消去じゃね。
覚悟を決めろ。これなんか免疫ついてるキャラとおかしくない？何が当たんのこれ。じゃあパンツも引かなかったんだけど、バフ剥がすしかないのか。バフ剥がしが両方しかいないわ。やばくねこれ。貫通も引かねえのにさ、どうすればいいって言うんだこれ。あ、黒い月が使って、あ、待った、回数免疫だったね。生き返りやがったなんだこれ、すごいぞこの繊維。1分22秒。もうちょっと早く周回できるだろうな。回数だからリン入れた方がいいかもしれない。19キャンディー、いきなり出たわドラゴンが。ちょっともう一回やってみます。多分ね、こう回数免疫だと思うんで、投資ローを外してリン入れます。で、エスパーダ。で、ダメージ量はそこまで気にしなくていいと思ったんで、まあ、これでいっか。よし。まずは、さっきと同じで、イチゴで。で、黒い月が。で、こっからはもうほんと多段ヒットするスキルを当てていくと。ですね。OK。まあ、これが最速かどうか分かんないけど、まあ、1分ぐらいですね。まあ、ストレスなくクリアできました。で、ボーナスポイントが1個も、1もらえ、確実にもらえるのと、こうやって宝石がね、今のところ2もらえてるんで、これは結構おいしいと思いますね。これを機に、普通の宝石じゃなくてこっちを回って、あの宝石のレベル上げをね、あの頑張れればいいなと思いました。じゃあとりあえず、今回の動画ね、ここでアップデート情報は、ここで終了しようかなと思います。漏れないよね、衣装と。トリックアトリートのやつ画面見て OK だね。で、今のでポイントが溜まっていくんですよ。キャンディーポイント、かぼちゃポイント。で、700かぼちゃポイント貯めると、この衣装がゲットできると。一応これ数字が分けてあるから、親切だよね。とにかくこれ貯まるまでやってくれってことでしょうね。鍵消費が進む進む。白飯みたい。じゃあ、みんな楽しんでいきましょう。バイビー。